4つの自由賞、またはルーズベルト4つの自由賞とは、アメリカ合衆国のフランクリン・ルーズベルト大統領が1941年1月6日の一般教書演説において表明した民主主義の原則としての次の4つの自由に貢献した個人、団体に贈られる賞である。言論、表現の自由、信教の自由欠望からの自由恐怖からの自由。 第二次大戦か、ナチスドイツが欧州各地を侵攻し、甚大な被害をもたらしていた1941年、ルーズベルトは、これが、米国の国家安全保障にとっても重大な脅威だと、考えていた。彼は1月6日の一般教書演説で、物資援助の継続と、米国軍需産業の増産を通じて、英国を支援することを誓い、最後に、 独裁者らの恐喝にひるむことなく、言論、表現の自由、心境の自由、欠乏からの自由、恐怖からの自由という4つの基本的な自由を民主主義の原則とする世界が生まれることを期待すると語った。この原則は同年8月の大西洋憲章及び1945年の国際連合憲章の基礎となった。1943年、 第二次大戦への米国の参戦を受けて、画家ノーマン・ロックウェルがこの四つの自由を題材とした連作四つの自由を描き、サタデイイブニングポストに発表し、その後の展覧会の開催と関連商品の販売により、戦争資金の調達に大きな貢献をすることになった四つの自由賞は、ルーズベルト大統領の生誕100年及び、 アメリカ合衆国とオランダの国交200年を記念して1982年に創設された。以後、たま数年にはオランダのミデルブルフで米国以外の個人、団体、奇数年にはニューヨーク州、ハイドパークで米国の個人、団体に各自由賞が授与される。また、これらの4つの自由に総合的に貢献した個人、団体には 国際四つの自由賞が贈られる。第一の自由は、世界のあらゆる場所における言論、表現の自由である。1941年1月6日、ルーズベルト一般教書演説第二の自由は、世界のあらゆる場所において、すべての人が自分なりに神を崇める自由である。1941年1月6日、ルーズベルト一般教書演説第三の自由は、 結望からの自由であり、これは、各国語に翻訳され、世界のあらゆる場所において、各国家が、その居住者に健康で平和な生活を保障するための、経済関係を意味するものである。1941年1月6日、ルーズベルト一般教書演説第4の自由は、恐怖からの自由であり、これは、各国語に翻訳され、世界のあらゆる場所において、 いかなる国家も隣国に対して侵略行為を行うことができない程度にまで徹底的に世界中で兵器を削減することを意味するものである。1941年1月6日、ルーズベルト一般教師を演説。ありがとうございます。